ジョンハート、ジョンハートはアメリカ合衆国の政治家である。ニュージャージーの代表としてアメリカ独立宣言に署名した。ジョンハートは治安判事、公的査定人及び農夫であったエドワード・ハートの息子として生まれた。祖父で同名のジョンハートはロングアイランドのニュートンからホープウェルに移ってきた大工だった。先祖の一人、エドワード・ハートは ロングアイランドにあるフラッシング町の事務官であり、1657年12月27日にフラッシング単元書を書いた。これはアメリカでも最初の心境の自由の表明であったと考えられている。ハートはニュージャージーのハンタードン軍、当時のバプティストミーティングにあるホープウェルで生まれた。父のエドワードはフレンチインディアン戦争で民兵隊を指揮した。 1739年までに、ハートは、ホープウェル近くに、自分の農園を所有し、1741年に、デボラスカッターと結婚した。夫妻には13人の子供が生まれ、1776年10月に、妻が死ぬ前には、死産があった。13人の子供は、サラ、ジェシー、マーサ、ナサニエル、ジョン、スザンナ、メアリー、アバゲール、エドワード、 スカッター、ダニエル及びデボラである。独立戦争中にジョンハートが死んだ時、ダニエルとデボラはまだ小さな子供だった。ジョンハートはコネチカットのストーニントンで生まれたと伝えられてきたが、誤りである。父のエドワードは妻と結婚する前にホープウェルに移転してきており、妻はロングアイランドのクイーンズグニュートンの出身だった。父はペニントン長老派教会員であったが、 そのプランテーションの南東隅をバップテストに譲渡したので、バップテストはホープウェルに教会を建てることができた。ジョンハートは1750年にハンタードン軍選抜自由保有権者委員会のメンバーに選ばれた。1761年にはニュージャージー植民地議会の議員に初めて選ばれ、議会が解散する1771年まで務めた。 その後地元の安全委員会と通信委員会委員に指名され一般訴訟裁判所の判事になった。しばしば正直者のジョンと呼ばれていた。1776年にニュージャージーで革命議会ができた時、ハートはその議員に選ばれ副議長を務めた。6月大陸会議でニュージャージーの大議員が独立に反対していた。 その結果全代議員を入れ替えることになり、ハートもその一人に選ばれた。大陸会議には6月22日に参加し、独立宣言への投票と署名に間に合うことになった。大陸会議では8月までのほんの短期間務めただけで、新しく作られたニュージャージー国議会の議長に選ばれた。1776年12月、イギリス軍がペニントンにやってきて、 ホープウェルのハートの家も襲われた。農園は損壊を受けたがハートは逃亡し陶器の数日間、サワーランド山に隠れた。これは年取った者には辛いことであった。二人の幼子は近所の者にかくまわれた。ハートの妻はイギリス軍が侵略してくる前の10月に死んだ。1776年の6月ニュージャージー国は新憲法の下で議会議員を選出した。 ハートはそこに戻り、1778年まで議長を務めた。安全委員会のメンバーであり、気球時に国を運営していく、特別の権力を与えられた。ハートは1779年5月11日、キドニーストーンズの家で死去。66歳。ホープウェルの第一バプテスト教会墓地に埋葬されている。1779年5月19日の、 ニュージャージーガゼットに不報が載った。今月11日火曜日、ハンタードン軍選出国議会議員、元議長のジョンハート氏が、ホープウェルの自宅で亡くなった。元の政府の下で多年にわたって、議員を務め、現在の革命に早くから積極的に関わって、今日まで継続し、ついに死病に囚われて、この国全体と特に代表する軍での報仕で、 誠実で実直な愛国者の仕事を終えた。あらゆる階層の人々の間の彼の性格と行動に関する普遍的な賞賛の声は彼の価値の最善の証言であり、その死を痛み悲しませるものであり、その記憶を永遠に止めるものであろう。ありがとうございます。